これは抜くしのベストみたいな。あ、これも選択できる。選択できます。で、2900円です。これもう満点ダブルですね。いや、これね、僕の社用車なんですよ。はい。はい、それではね、今ワーシュマンの、来ております。もうちょっとなんか今回震災のやつとワークマンのコラボがあるらしくて、その時に来てくれるらしいので今待ってます。川田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマがワークマンカラーズというものになってまして、はい、見てもらったら分かる通り結構いろんなカラーの商品があったりとか、ね、はい、20番のバイヤーの半田と申します。よろしくお願いいたします。ちょっとカジュアルウェアの説明させていただきます。ワークマンが自信を持ってお届けするカジュアルアウターはこちらですね。スタジャンです。スタジャン、はい、まあ、ワークマンなりの解釈で今年スタジャン出してます。はいはいはい、まず表生地はこちらメルトンの素材ですね。ウールのやつですね。そうですね。これポリエステル100なんですけどウール見えするメルトンになってます。ってことは洗えるってことですか。そうですね、洗えます。普通ポリエステル100のメルトンだとちょっと安っぽく見えたりするんですけど、まあ、今回そう見えないようにちょっと頑張ってみました。へー、はい、半田さんが頑張ったからですか。そうですね、なんとか生地上がってくるたびに NG ダメですって。これリバーシブルなんですよ実は。なんや。じゃあ裏返してもらえるとこの氷炭型のシームのジャケットになります。あ、ちょっとミリタリー感のある感じですね、うんうんうん。でこの生地のさらに内側に防風シートが入ってます。なんで見た目よりだいぶあったかいです。これで3900円なんですか。そうですね、3900円に。まだドレーロードさしますねこれは。めちゃくちゃさしますね絶対。ホースコートがケチョンケチョンに行っていただいても構いませんので、ぜひ比較動画出していただければと思います。ちょっと1個聞いたら、マネキンが逆向いてるのは何か理由はあるんですか。はい、これはダイナミック感の演出です。はい、すごいな。でこちらのボールパデットブルゾンですね。すごい。まあ、某アウトドアメーカーさんの、まあ、ブルゾン、なんか 見、はい、見たことあるような。そうですね、オタクザさんも非常に紹介されてると思うんですけど、これは中綿ですかね。そうですね、中綿になります。で中綿にボール中綿っていう中綿を使ってて、こうつぶつぶの中綿になってるんですよ。へえ。で潰した時にこう戻りがいいんですよね。ボリュームがこう減りにくい。ダウンってペチャンってなるとおしまいですもんね。そうですね、もう一貫の終わりって言われてるんですけど、これはまあポリエステルならではのこのボール中綿使ってます、うん。はい、なんで、まあ、空気もたくさん含むんであったかいっていうのとプラス、まあ、ボリュームが減りにくいので洗濯しても全然大丈夫です。あ、これも洗濯できる。洗濯できます。でさらに表生地に撥水かかってます。で2900円です。そうですね、2900円です。これは花柄ですね。花柄、はい、フラワーブラック。はい、落ち着いた感じだけど、まあ、柄がいいっていう人はいいかもしれない。そうですね。こっちがちょっとカモっぽい感じ。こっちがウッドカモですね。ウッドカモ、はい、だって某ノースフェイスはさ35,000円ぐらいするやん。実際ちょうど10分の1ぐらいです、ね。そうですね。あとなんかチラチラ見えるんですけど、フリースも結構力入れてるんですけど、はいはい、そうですね、フリースのパタゴニアっぽい感じですか。ボーゴニアのところ、ボーゴニアですよね、はい、これがストレッチ性のあるフリース使ってますね。着心地がすごい軽いですね。良さそうですね、はい、ふわふわで。でうちで一番販売数を誇るのがこっちのボアフリースカーディガンですね。これなんですね、はい、こちら980円のカーディガンになってます。900円。はい、分厚い生地なんですけど980円でいってます。あとクレイジーパターンって基本原価上がるんで、同じ値段でなかなか販売しないんですけど、 うちは数で。すごい、はい、パッとブランド見にカラーにはどのブランドか。これはヌプシのベストみたいな、ほぼヌプシみたいな感じで。ベロアですね。そうですね、ベロアのパンツ非常に今回の展示会で好評いただいてます。いいそうですね、サイドラインといえばみたいな印象は確かにあるかもしれないですね、うん。まあ、ワントーンコーデになりがちな冬とか、まあ、全身黒になりがちな冬でもこのパンツ履いてもらえばちょっとラインが立っていい感じに見えますね。はてやなこれ作るときは全然某ニードルズは考えることはなく、たまたま出来上がったっていう感じ。そうです ね、もうたまたま頭の中にあったものがうまくつながってこういう製品ができたと。たまたま似てるっていう。可愛らしいね。可愛い。それそれそれ、多分今年新色が出てるんちゃうかな。グレーかかってるな。これ某マウンテンダムですね。ノースフェイスの。もうさ、ノースかぶりすぎてこんなにすごいなった気がするなって思った。これも去年もうフレーネでなくなってなくなって。フレーネン。
もともとが確か5,800円やねんけども、うん、もう今はメルカリ8,000円、人気の色な、うん、人気の色とサイズ、いいね、こんな感じ。 M サイズか、さっき短いか、これ L、 これワークマンは基本的に L やで、向こう多分店員さん持ってるやつが新色なんちゃうかな。これちょっと女子っぽいけどサイズ LL やから、こっち一回着てみようか。いいね。でも なんかこの色よ、うん、この色結構いいと思うよ。あるよ確かに。あとさっきおすすめって言ってたインサレーションの中綿も見に行ってみようか。あ、でも前回です、前回、はい、ありがとうございます。前回も出ていいぞ急に紹介してください。はい、そうです、ありがとうございます。今回中渡ったと思います。あの僕は奇跡の一枚あるんで、あともう2分ぐらいで行っちゃうんですけど、あもうすぐに説明させていただきます。今回一番推しているのはこのマシュマロレインという、あの普通レインウェアってガサガサでちょっと動きづらかったりするのを、より日常使いで柔らかさに特化したレインウェアになってます。柔らかこのスリットインスタレーションという構造にしてまして、あのレーザーカットでこの綿の断面をこう体の動きに合わせて入れております。で、はい、そうすることによって動きが良くなるっていうのと、あとここからあのダイレクトにこうアクティブな動きした時に蒸れを逃がしてくれるという機能のためにこのインスタレーションを使っております。カーディガンタイプ、なるほどなるほど、あのもう男女兼用でもう家でも外でも着れるっていう、日常使いできるよっていうコンセプトにしてます。使いやすいですね、着やすい感じです。かなりスッキリしてるな、うん、基本です。時間ですね、いいですね。国道さんです。国道です。見たことはなく前回やるんで、うん、前回へー、元気で、ありがとうございます。こんな感じなんだ。これさっきのベロアのパンツ、うんうん、そんな感じ。あーこれ、はい、かっこいい。どこでこれ赤でいいか。うん、赤似合うんじゃない。はい、はい、うん、さあこんな感じどうなんな。お足元もすごいね。靴下履いてないけどこの人。安全靴、安全靴なってるんだ。あれどうだった。うん、まあ、こっからやった。そうそう、こっからね。そう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 、こっから他、うん、そうだよ。任せるって、任せるって。だけどちょっとロックな、あれ頑張って。ちょっと自分でも笑ってちょっと今、おもろなってきた。ありがとうございます。こうやっていったらいい。あ、あるかっこいいっすね。今回もね、若い人とか、かっこいい人とか、最近、ナイス。OK。全然いい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 。疲れた？なんだこれ。面白い顔ない？面白い顔撮ってないし。いやー、すごい褒めてもらえて嬉しいね。ありがとうございます。すいません。あそこにいて乗ってはる社長さんが、今いらっしゃるってことで、社長に来てもらいました。ネクストワーカーズ山下と申します。そうですね、ネクストワーカーズとしてブランドも立ち上げてるんですけども、ワークマンさんと一緒に、はい、ブランドコラボということでプロカーシリーズというものをやらせてもらってます。僕はあの職人はもうやめてるんですけども、もう製造の方でずっと、はい、いろんなメーカーさんとコラボ。デニムがやっぱ多いんですか。車はこれデニムですか。車はそうですね、これあの、いやこれね、僕の車用車なんですよ。そうです、いかつにも乗ってあります。そうです、でも車上パンチじゃないとね。そうですよ、はい、そうですよね、うん、結構このシリーズ僕見てたんですけど、はい、車上さんコラボしたら全然知らんかったんで、はい、あ、そうですか、はい、教えていただいて。いえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます。またこれとかよろしくお願いします。もちろんです、はい、ネクストワーカーズとかよろしくお願いします。この中大丈夫、はい、
中の様子からその体験する震災を、こうなってるやんか。でそれをヘルメットとかに使って安全に避難するとかっていう体験コーナーらしい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、ということでね、いろいろ回ってきました、どうでしたでしょうか。すごかった、うん、面白い。髪型になったら旦那見てどう思う。あ、いいよ、かっこいいよ。あの、さっき田んぼの人すごい印象変わりましたねいいよいいよ、うん、はい、ということで今回もいろいろ見させてもらって、なんかやっぱプリンスとかダウンとかこの辺が多分力入ってて、やっぱよく俺企画レビューしてるやん、うんうん、ユニットとかワークマンっていっぱいある中でも特にワークマンさんは癖強いから、フレーバーというふうにこれから新作出てくるので楽しみにしていただければなということで、担当の方に皆さんに見ました企画動画でボロクス言いますねって言っていいですよって言ってたんで、これからもレビューしていきたいなと思います、そのうち、ワークマンさんに呼ばれなくなるそうだね。それで本日ですね、ワークマンさんの展示会に行ってみたとしたら、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございます。よくこの結果を取っといたら、もう言っちゃってる言っちゃってる、疲れていいな